どうも。では、今週も観葉植物に水やりをこうしていきます。まず大きい方からねやっていきます。たっぷり水をやります。もう夏なんでね、たっぷり水をやる、たっぷり水をやるんですが、それは1週間に1回の水やりというところで、もう下の方からこう出てきてますけどね、このね、こう1週間に1回だからあまり甘やかさないというかね、こう毎日毎日こう水やると意外とこう育たなかったり、昔はね、こう毎日こうちょっとずつあげてたんですけど、1週間に1回、これ何回もいつも話してますけど、1週間に1回ね、その水やりをこうするようになってから、こうたくさん育つようになってます。ほんで夏はほんまによく育ちますね、ほんまに立派に育ちます。またね、こう先週ね、ちょっとこう葉っぱ上の方とか、葉っぱちょっとなんかこう小さいのが出っかけたの、それがまたこう大きくってそこまで、大きくないですけど、ちょっとこうやっぱ成長しているところがこうあるなというところで、本当にこう夏は水やりしがいがあるというかね、そういうのをこう思いますね。こうやって育っていく見るのは面白いですよね。でですね、今週はだから肥料は先週やったんで、今週はやらなくて、肥料もね、毎週やるっていうんじゃなくて、2週間に1回ぐらいやるっていう形をこう取っていくことによって、より効果が高まるかなというふうに思っております。この1週間に1回の水やりは、お店の方ですね、観葉植物を買ったお店の方に教えていただいて、あ、そんなやり方するんやと思って、やるようになったらこんな育ち方、去年ぐらいからこう大きくなって、今年も、去年以上にこう育っていると、大きくこう成長しているというところですね。じゃあそろそろ、こっちの水やりをしますね。こっちはね、ちょっと器が小さいのと、なんかね、こうこの大きい方の、こっちの土と違うんですかね、なんかこう下からスーッとこう最初出てこないんですね。ちょっとしてからこう出るようになるんで、こう水の量としてはちょっと少なめにこう与えているというところです。また下の方、こう流れが良ければね、もっとどんどん水やりをこう、水やりの量を多くしたいんですけども、ちょっとこう詰まるというか、ね、そういう感じがあるんで、ちょっと少なめの、下から出てきました、今出てきましたけど、そういう感じにこうなってるというところで、こっちのね、観葉植物はほんまにこうツヤがあるというかね、こう葉っぱにツヤがあるっていうのはね、葉っぱにツヤがあるなんてこう、いう感想を持つことになるとは思わなかったですけど、そういう感じですね。これはこれで、面白い。こう横に広がってる感じなんで、なかなか時間取れないんですけど、時間が取れたらちょっとこう、鉢ですね、植木鉢のこの大きさをちょっと大きくしてもいいかなと思いつつ、その手術室のその部屋の大きさとかね、いろいろ考えると、そこまで大きいものを置くこともできひんなと、これもね、いつも話してますけど、そういうところがあって、あと時間がなかなか取れないなというところですね。で、自分の中でこれぐらいの大きさでもいいかなっていうのがあるんで、こういう形を取ってるというところですね。ちょっと奥やしなってますよ。ちょっと水の量、ちょっと流れる形が取れてきたんで、ちょっと水の量、だから下から流れる形がだんだん取れてくると、ちょっと上から上げる水の量もちょっと増やしていくという形でこうやっていくということですね。で、100均でですね、ちょっと多いですね。これぐらい。100均でですね、その観葉植物を売ってるんですね。ダイソーとか行ったらこう売ってたんですけど、それをこう買おうかな、どうしようかなとちょっと思ってるんですが、買ってまた育てていってこういろいろやるっていうのがまた、それなりにね、こう面白いもんでもあるんですけど、手間もかかってくるんで、金額的には100均の100円なんですけど、
じゃあいざ育てようかどうしようか買おうかってなるとちょっとこう、自分の中でこうストップしてしまうところもあると、うん、だまあ、まあ、買うのやったら3つぐらい買ってどんどんこういろいろ育てていくのもいいかなとも思っていたりとか、うん、どうしようかなというところですね、うん、ダイソー見た時にまあまあ買ってまあそうですね1つぐらい買ってみてもいいかな。ほんで100均やからすぐ枯れてしまうのか育て方によってやっぱちゃんと育っていくのかとかそんなの見てみたいなとは思ってるところなんですよね。これぐらいやったんで次また、変えていきます。でちょっとアングル変えますね。でアングル変えております。ちょっとねこの観葉植物の大きさをこう見てもらいますね。でここからですねこうぐーっと育ってって育ってもうだからこの、ここは木みたいになってるんですけどほんでこうやってちょっとねこうなっていってこうなっていってここまで育ってる。で先週こう見ていただいたこうちょっとちっちゃい葉っぱやったのがここまで大きくなってるね。1週間でこうなってると。で先週に水をやって今週までは水を与えてないんでね。で今週またこうしっかり水を与えてますけどこれでここまで育つと。あもちろん、先週に関してはこう肥料をやってますけどもね、だからまあ勝手に育つというかね、まあ、水はやらないといけないですけども肥料も与えないといけないですのはあとはもう自分で勝手に育ってくれると。水とそういうものをね、こう与えていくだけでも育っていくという、なかなかやっぱり、たくましいなと、うん植物がたくましいなと思ったりしますね。うん、ですね、こんな感じですよね、うん。で、この水やりが、ここからこう水やって、ここから下からこう、こうやってどんどん出てくる。だから、上が溢れることがないですね。もっと多めに量を与えてもいいぐらいなんですね。これをもっと強めに与えて、上から出るぐらいの量になったらちょっとやめなあかんんですけど、これでもね、下からどんどん流れていく形になります。うん、1週間に1点なんで、もう相当水をやる形で、下からこう水を、だから溢れないですね、こんな気がしてもね。ということで、またこっちの方に、こっちに変えていく形になります。こっちもね、こんな感じで、こう横にこう広がって、こんなんね、もっともっと小さい、これぐらいの、高さやったんですね。これぐらいの高さがこんだけ広がって横にこうなっていくと。これもだから1週間に1回やってるだけでこういう風になっていくと。ツヤもこの、カメラでわかるかわかんないですけど、すごくツヤのある葉っぱになってますね。ということで今週も、観葉植物、こんな感じで育っています。水やりをやりました。ということで以上です。